前回の貫詰では211教空で学生の訓練フライトに同乗し操縦訓練の様子をお届けしました。前回に引き続いてご紹介するのはこちらです。さあ次にやってきたのはこちらです。第212教育航空隊です。これから学生の教務風景に潜入していきたいと思います。では行ってきます。第212教育航空隊では哨戒ヘリコプターの搭乗員を育成しており、訓練で使用しているのはこの SH60K というヘリコプターです。今日は八木学生と馬場学生の教務に同行させてもらえることになりました。まずはブリーフィングです。よろしくお願いします。様々な報告確認を実施します。212教空で訓練を受けている彼らは主に哨戒ヘリコプターの後部座席でレーダーなどの電子機器を操作したり、潜水艦の捜索、パイロットの補佐を任務とする航空士になる隊員です。今回は不審船を発見したと想定し、その船の情報収集を行うという訓練をするそうです。上空から船の情報収集をするとは一体どんなことをするのでしょうか。写真と VTR ということで一点集中することが多いと思うので、そういう時こそ一歩引いてキャビンチェックを忘れずに行っていきたいと思います。以上です。キレッ、よろしくお願いします。乗れ。ではエプロンに移動です。燃料車がやってきて機体に燃料を搭載している間に、学生は教官と航空機の外観を点検。わずかな異変も見逃さないようにしっかりと点検します。準備が整ったようです。さあ出発。では訓練を行うポイントに向かいます。機内は想像以上にエンジンの音が響きますが、マイクを使用して搭乗員同士でしっかりコミュニケーションが取れるようになっています。操縦席のパイロット教官は後部座席の学生の様子を見ることはできないため、マイクを使用し口頭での指示や指導になります。ですが後部座席には航空士の教官もいて、パイロット教官の指示や指導を聞いています。航空士教官はパイロット教官の指示や指導を学生が理解して訓練しているかを判断し、指示や指導を行います。八木学生は機内のレーダーと外を交互に確認しながら監視します。レーダーに不審な船舶が映らないか確認しますが、直接目で見ることで正確な色や形の情報を集めます。馬場学生が何やらハーネスのようなものを体に装着し始めました。一体何をするのでしょうか。え、なんと扉を開放。撮影開始。はい、じゃあ撮影始め。上空からガラス越しでは正確な情報収集ができません。しっかり安全を確保してこのように情報収集を行っているのですね。局上撮影した。撮影枚数30枚。順番を入れ替え、2人で交代しながら撮影します。撮影した写真は上級司令部に送信し、分析のための資料になります。無事訓練が終わりました。最後は教官とブリーフィングを実施して終了します。お疲れ様でした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さん航空士の訓練いかがでしたか。パイロットは幹部、航空士は準曹士ですが、航空士は必要な情報を得るためにはパイロットに位置や高さをオーダーすることもあります。彼らも
パイロットとそんなやり取りができるくらいたくましい航空士に成長してくれると期待します。さて次回は鹿屋航空基地にしかないあの装置を体験してみます。お楽しみに。